はい、今回は松本清張の6畳の生涯という作品です。これも黒の図説の中にある作品です。ドラマは1987年に読売テレビ制作、日本テレビ系列の木曜ゴールデンドラマにて放映されました。それが第25回ギャラクシー賞奨励賞を受賞しています。ですからちょっと話題になった作品と言えると思います。で、一言で言えば、女好きの老人の行動と、その顛末を描いたというような感じですね。で、後半からだんだんと面白くなってきます。主人公は80歳に近い老人で、椎田博作という名前ですね。以前は開業医でしたけども、引退して息子の正雄が医院を経営しています。家には正雄の妻もち子、看護婦の久富千鶴子、それと家政婦の吉倉富がいます。弘作はもち子とは気が合わず、一人6畳の部屋に閉じこもって生活をしています。で、千鶴子も弘作には優しくなく、彼を嫌っていました。で、彼も千鶴子のことを嫌っていたんですね。あまりよく思っていなかったんですね。で、その中で富だけが親切で優しくて、いつも6畳の部屋に入って世話をしていたんですね。で、弘作は富を大変気に入ってまして、好きでした。部屋ではいつも話し込んで、時には手を握ったりして富に迫っていくようなこともありました。富もまた嫌がらずに弘作の世話をしていました。そうして弘作の思いがだんだんと強くなっていって、本気で富を好きになっていくんですね。で、富には旦那がいましたけども、弘作はもう旦那と別れて自分と一緒になろうというような誘いも言うようになっていくんですね。で、ある日、富が1週間ほど家に来なくて、他の家に同じような家政婦の仕事で行くことになりました。すると弘作はその間外に出て、富の家までちょっと探りに行きました。そこで富の旦那に会いましたけども、適当に挨拶をして去っていきます。また富が働いているその家ですね、そこのところの前まで行ってですね、そこでばったり富と出会って、何か適当にごまかして喋って、で、帰ってきたというようなこともありました。で、富がいない間は千鶴子が弘作の面倒を見ていました。で、千鶴子も一応頑張ってですね、一生懸命弘作の面倒を見ていたので、弘作は少し千鶴子を見直しました。だんだんと今までの嫌いだったという感情が薄くなっていったんですね。で、そんな時でした。ある日、皆が留守になった頃、弘作は診療室の薬の棚から睡眠薬の粉をたくさん取ってきたんですね。そして自分の部屋の行李に紙で包んで隠していました。いざという時はこれで死ぬこともできると、そう思えば強気になっていくんですね。そうして富に、亭主と別れて一緒になろうと強く言います。自分は金もたくさん持っているし、開業医もまだまだできると言うんですね。しかし富は適当に笑ってごまかして、あまり本気に相手にしませんでした。で、ここでちょっと休憩をしますけども、ここからがだんだんと面白くなってきます。本格的にミステリーっぽくなってくるんですね。今まではなんか単にエロい老人が世話してくれる家政婦に迫っているだけのような、そんな話がずっと続いてですね、2人の会話もいっぱい出てくるんですけども、この辺りからちょっと様子が変わってきます。じゃあ続きを話をします。で、千鶴子という人もですね、ちょっと変化が起きてきたんですね。で、さっき言いましたように、だんだん世話していくうちに弘作に優しくなってきたんですね。そうして急に富とも仲良くなっていったんですね。で、ある日富がまた休みました。で、富が休みの時は、もち子か千鶴子が部屋に入って掃除をします。で、弘作は部屋を見回すと、例の睡眠薬の白い粉がところどころに落ちているのが分かりました。ちょっと気になりましたが、そのまま近所にちょっと散歩に出かけてですね、で、その間もやっぱり白い粉が落ちているのが気になってですね、で、途中で帰ってきたんですけども、帰ってくると、
落ちていた粉がきれいに掃除されていてなくなっていたんですね。そこで慌てて氷の中を見ると、その中に入っていたはずの睡眠薬が消えていました。一体誰が取っていったんだろうと非常に不思議に思うんですね。謎でした。で、トミが休みから出てきた時にですね、旦那と喧嘩をしたと言うんですね。何でも話を聞くと、旦那は他に女がいてですね、浮気をしていると。で、それが原因で大きな喧嘩をしたという話をするんですね。で、そうしたある日、ついに事件が起きます。トミが心中をしたんですね。で、旦那と一緒に死んだという話なんですね。それも広作が持っていたと同じ睡眠薬を飲んで自殺をしたということなんですね。で、その睡眠薬はワインに入っていて、ワインと一緒に飲んだということなんです。で、そのワインもですね、ひょっとしたらこの院の千鶴子が、嫁の持ち子が渡したんじゃないかといううっすらとそういう疑いも出てくるんですね。というのも日頃から、富に対してですね、よくやってくれているので、いろいろお酒を渡していたという事実があるんですね。だからワインも渡していたんじゃないかという、それははっきりしないんですけども、そういう疑いが出てきます。で、広作はかなり不審に思うんですね。で、千鶴子は院を辞めることになりました。で、辞めた日に広作は外に出てちょっと散歩している時にですね、息子の正夫と千鶴子が仲良く車に乗っているところを目撃するんですね。で、この二人はもうなんか非常に仲が良いので、ひょっとしたら付き合ってるんじゃないかという疑いをするんですね。そこで広作は自分なりに一連の出来事を推理します。この二人はできていたので、それを富は先日他の家に家政婦として行った時に、周辺の旅館やホテルがありますので、その辺りで二人を見かけたのではないかということですね。そして千鶴子は富に見られたために急に富に親切にして仲良くなっていったと。で、それだけではダメなので、睡眠薬入りのワインを富に渡してですね、まあ、致死量に達するぐらいの量を入れて、富を殺すように仕向けていったじゃないかという、そういう推理をするんですね。で、そのあたりで、この小説は終わりになってきます。だから、はっきりとはしないんですけども、そういう推理のままで終わるということなんですね。ということで、これは途中から非常に面白くなってくる小説です。で、ドラマも賞をもらうくらいですから、多分面白かったと思います。ではまた別の作品でお会いしましょう。